はい。えー、生態安田委員長の浅井です。はい。今日はですね、あのーえー、グレートリセットについて調べました。えっ、ー、と、グレートリセットとは何か。まあ、ちょっと前から気になってたんで調べてみたんですけども。まあ、結論ですね、あのー、戦後ですね、日本は一回金融閉鎖っていうのがあって、国の借金が多すぎて、それを返すために国民の、えー、預金とかです、お金、財産を、えぇ、ー、なんていう土地とかですね、そういうのの、あのー、税金をすごいたくさんかけて、 え、それをですね、招集して、で、預金、えっ、ー、と、預金封鎖が起きて、で、預金した後はお客さんの、あの、日本人のお客さんの日本円のですね、お金をですね、借金に返すために、えー、ほぼ閉鎖して没収みたいな感じになったっていう過去があったみたいです。で、日本だけじゃなく、過去にはいろんなウクライナとか、なんか、いろんなところにもあったみたいなんですけども。で、それがですね、また2024年を境に、えー、今度はですね、一万、 何てうだっけな、その、新しい紙幣が発行されると。えー、不渋沢栄一さんっていう方の、えっ、ー、と、日万円札の肖像画が出た、新しい日本円ですね。で、それと同時に、えー、金融閉鎖、グレートリセットって言って、あの、えー、なんですかね、また日本円の、あの、預金通帳が閉鎖されたり、えー、国民の、えー、何ていうんですかね、財産税とかいろいろかってきたりとかっていうので、 の国の借金を全部帳消しするために国民の財産をそれで、えっと、借金に充てるということで、えー、一回グレートリセットっていうことが起きるっていうふうに言われています。まあ、なるかならないかは分かんないですけどもでそれが2024年の2月なのかなのか2月22日に1945年だったかななったとかででそのために対策としては500円貯金をしとく小銭をたくさん持っておくと持てる範囲で。 えそうすると、あの買い物に行った時も500円玉を使えること有利みたいな。はい、10円玉とかあの100円玉とかだと思うんですけど。はい、あとは、えー、そうですね、えー。日本円を半分ぐらいを、えー、ドルとか株とか,なんかそのあ、日本国外に円以外で、えー、違う国にですね、違う円とドル,ドルとか,なんか違う国の通貨として持っておくと、日本がダメになっても他のところにたらそちらで、えー なんとか生きていける可能性がある。っていうようなこととか、あとは金とか銀とか、えーと、トレーディングカードですかね、価値のあるものとか、あと趣味で、ね、自分が欲しいもので価値のあるものとか、絵画とか、えー、なんかいろんなものですね、と趣味として持っててもいいものとかに持っていくと、えー、それはあのもしかしたら将来お金に換えられるかもしれないという価値があると。えー、であとビザを持っておくと、海外に。 日本がダメになった時に海外に出脱出してそこで働いたりとかビザを取得すると向こうに住むとかっていうことができるようにしておくということが準備として必要とかえそんなようなことを言,言われています、まあ、本当になるかならないかってならないこと日本はならないよっていう方もいらっしゃるので、えー、それでいいと思うんですがっていうようなことを、えー、一応今,今日グレートリステットですね勉強してみました はい。で、ロングバージョンはですね、一応ホームページの方で、あの、あ,ありますし、YouTube の方で上げてますので、30分くらいですけど、興味のある方は読んでみてください。はい。ということでですね、本日生体野菜、えー、ブレードリセットについて勉強しましたが。はい。えーっとですね、あのー、まあ、あれですね、あの、肩こり、腰痛、首こり。まあ、これはあの、えーっとですね、えーっと、自分たちの世代とか、もう、あの、ご年配の方とかの、親世代とか、親のご両親がもう体が結構不調、70代、80代になってきて、 体が言うこと聞かないとか、病院行,あの行きたいけど、行くけど、えっ、ー、と、ブロック注射打ってるけど、えー、なんか、手術もしなきゃいけなかったりとか、腰痛で、と肩こりで、あ首、あなんか、いろんな腰痛持ちが多いんですかね、雑骨神経、し足にしびれが多いとか、えー、内臓系ですかね、腎臓がおかしいとか、糖尿病があるとか、えー、心臓がおかしいとか、えー、なんかそういったあのトラブルをね、今お持ちの方で、えー、病院行ってもなかなかあのよく、あの、何ですかね、結果が出ないとか、 えー、なんとか子供あをねあのそうですねどこたらい回しにされるとか、えーえーまあ、そういうあの、まあ、あの寝たきりになってるとか元気だったのがいきなりなんか元気じゃなくなっちゃったとかで自分の時間も奪われてあのやりたいこともやれなくてお、えー、父さんお母さんに時間をかけすぎちゃってると病院行ったり看病したりとか、まあ、そういった時にですね是非私に頼っていただいて。 あの、私なら今電話いただければすぐ動けますので、あの、出張生体という形であのご、あの、ご自宅に行ってですね、すぐ施術もできますので、ぜひご利用ください、ご,ご活用ください、お試しください、ということですね。はい、以上です。本日もどうもよろしくお願いします。失礼します。